さあ一体何を教えてくれますか。スリーポイントシュートお願いします。やっぱこのスリーポイントシュート打つときにどういうところに強く、こだわりというか意識してますか。自分は背が小さいのですので、ですので速さですかね、はいはい、シュートを打つまでのミートのもらって打つまでの速さ、はい、いかにこのリリースのところまで持ってくるか、うん、準備ですね。へー、はい、どういう準備をじゃあやってるのか、はい、基本的には今自分が実践しているのは普通だったらこうこれダメな例でこうもらってみたいな感じですね、はいはい、やっぱりこう立ったままだと絶対この膝を曲げなきゃいけないので、うん、これで1になるじゃないですか、はいはいはい、まずこの1を消したいです。ほうほうほう、はい、なのでまずしっかりこう膝を曲げる、はあ、で1、2だったりやりますけど、はい、なるほど、もう膝を曲げてバットくる、はい、うんうん、こういう感じですね。僕は1、2で打つようにしてます。へー、はい、おー、さすが今決めに行ってなかった、はい、決めに行きました 今決めに行った。あともう一つ、はい、手のところなんですけども、手がやっぱり手首がしっかり最後は返っていきますので、うん、このもらうときに手首が寝ててしまうと、うん、来た瞬間に起こさなきゃいけない、はい、なので常に手首を上げた状態はで結果最後ここで返すだけっていう。なるほど、もう持った段階でほぼシュートフォームでもらってるってことで、はい、なのでもらったときにこうでそこから上げるだと、これも1になりますので、これをもう全部0にするとっていう形です。なるほど、はい、でもここにディフェンスが入ってくるでしょ。そうですね、それはもう間合いでこの間合いだともう自分は打てるとかっていうのは大体もう分かってんねや、はい、ここでいじったらフェイクでシュートと。なるほど、この間合いだとちょっとシュート打ちにくいなっていう間合いとかも全部分かってるから、その時用の自分の中の動きがいろいろあるんや。そうですね、あ、はい、なるほど。どの間合いだったら打てないなって思う。ちょっと田村さん距離感をね、距離感です、うん、まあ、もうこれも余裕ですよね。余裕ですよね。これ1メートル半ぐらい、はい、もうこれだと思う。余裕です、ね、余裕、はい、ブロック絶対できへん。できないと思います。パズ来た時にじゃあちょっと投げてもらっていいですか。届かんもんやな、はい、早っ。じゃあちょっと、半歩ぐらい詰めましょうか、うん、ここぐらい、はい、もうちょい詰める、はい、これはちょっとじゃあ高めにちょっとください。高めにえっていう、まあ、これが究極ですけども出てるやん、はい、基本的にボール来た時に反応が欲しいんでこう一回下げるじゃないですか、ほうほう。で究極は来たらもうこのままっす。はあ、高めに、これも1なんで、はあ、このまま高めに来たらそのままいけんねや。高めじゃもうこのままっす。まあ理想の打ち方ではないねや、はい、もう確率がいいシュートではないですけども、やっぱり速くて打つにはこれ。それだって今ここで打てる。あとはもう練習ですね、これを入るように、はい、練習するしかないです。すげえな、はい、実際ディフェンスの時、はい、ディフェンスちょっとこう曲げてこうなってるじゃないですか、はいはい、そのポーズだとやっぱもう全然無理だったんですか今の距離。まあもう無理でしょうね。もう無理や、もう何にもできない見てるだけや。さすがにここにいて、うん、もう打つっていう感じじゃないですけども、うん、例えばヘルプしなきゃいけないじゃないですか、うんうん、例えばこうドライブした時にちょっとでもその体重移動で右に傾いてて、うん、もうパス来たらもうこのカウンターでも打ちます、うんうん、これ打たないと逆にもうチャンスないっていう。なるほど、はい、なるほど。なんかもらう前の動きとかどんなことしてんの、うん、は基本的にはやっぱりスリーポイントラインの近くにいすぎると、うん、自分のミートができなくなって結果ロングツーとかになってしまうので、うんうん、やっぱりスペースをやっぱりこのボールマンの人に与えるために、うん、自分もしっかりスペースを取ります、うんうんうん、そうするとやっぱりこのドライブした時にさっきみたいにやった時に、うん、このタイミングでこのカウンターでー自分もこの間合いでスピードを出せる。一回練習、はい、チェアス。ボールが来た時にボールと手が 1です、はい、でいいですか。で2っすよ。1で、あいいですか。 OKOK、 行きますよ。違います違います。ええ、こう来て、行きますよ。あ、こうや。あ、そうです、そうです、ぽいぽい。あー、全然高い。なるほど、シュートがむずい。今入れようとしてないですもんね。いや、入れようとしてます。今入れようとしてます。あんまないでしょ、シュート打つときに入れようとしてない。シュート入れようとしてこれなんですよ。ヘルピング、
もう何やこれ。それははい練習であるわけだ。いや飛んでくると思った。怖いわ。怖いあこうや完璧や。あでも今のすごい良かった。良かったね。今入った思ったもん。さっきのシゲはやっぱりそのこの距離をさっきシゲ取りたいっす。やっぱここのミートが近いんですよ。なので何に近いの？あの何に近い？距離。ディフェンダーとの距離。だから逆にその距離今のステップ踏みたいならもっと広がるべき。あそうか。なるほど。そうや言ってたやん。そうや。なるほど。そうか。なるほどね。ほんでこうや。そうです。あなるほど。おおおお。うわ上手くなった。すげえ。すげえ。そうするとスピードも出てリズムもできる。はあ、リズム取りやすい。ラスト行きましょう。決めて終わりましょう。オッケー。今決めようとしてる。してんねん。毎回。決めようとせへんシュートがないねこれ。パスが悪い。パスが悪い。いや違うんすよ。俺もう最近ファンブルめっちゃするんすよ。ほんまファンブルやもう。あやかが。もっと右で、もっと右しっかり。あむずいわ。当てる。あとした時に、なんかボールに向かっていった方がいい。ああ。なるほど。オッケーオッケー。あ、そう。いい。よっしゃ。いいね。いい。これでゼロでしっかり止めきれれば、あとはもう自分のリラックスして打つだけだ。ここが。ふーってやっちゃうと。いやいや分かる分かる。何が違った今1個目と2個目。うわーっとウズの違いが分かる。例えばスクリーンの使い方とか、はい、そんなもなんかコツがあれば、はい、教えてほしいです、はいはい、エキストラエキストラ。なんでこんな走り方だみんな。エキストラモードなんでこんなみんな。往年のタケスさんの元気が出る。出てる時のタケスさん。やっぱりスクリーンをかけてくれる人は例えばじゃあ自分コーナーに行った時にしますか。はい、まあ基本コーナーで待ってるよね、はい、うん、で例えばこのピンダウンのスクリーンを使う時に、はい、動き方とすればやっぱりこのスクリーンをうまく使う、うん、じゃあいかにどううまく使うかって言ったら例えばこのままこう行こうとしたら、うん、この隙間ありますよね、はい、でこれ入られてチェック来てしまう、はい、っていうのがありますのでまずここで隙間がないようにしっかりこう間合いを狭くします、はい、むしろないようにします、うん、しっかりここでズレを作るためにここで待って、うん、このままだと追いつかれてしまうので、うん、一回ここで体を当てて当てて飛ばずにズレを作ってここで走ってそこにそれ一番理想、はい、理想ですね。これがコツじゃないですか。やっぱりただただこのスクリーンの回転数だと、うん、よーいドンで一緒に来たら間に合うじゃないですか、うん、後ろからついていくので、うんうん、なのでやっぱりここでの駆け引きっていうのがシューターが一番大事です、うんうんうん、こっちに行くよっつって、うん、ちょっとのズレを起きた時に、うん、でもついてくる人いるでしょ。ありますね。そどうするの。もしついてこられたらもうって感じ。何でって感じ。そこやめてそこプロのテクニックじゃないの。それはもうダダこねる。ああそう。いやいやでもまあそれはもちろん駆け引きなので、うんうん、ここでの駆け引き教えて。ここでここではもうやっぱりこう例えばこっち行くフリとか、うんうん、もうスイングで切れちゃうフリして戻るこういう、うんうん、でもやっぱりプレーの中で、うん、やっぱスカーティングとかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、そういうのがありますのでやっぱりここしかスクリーンがない時だったら、うん、やっぱり相手もやっぱりこうかぶったりするわけですよ、うんうん、こっちに行かせないよ、うんうんうん、こっち来るんでしょどうせって、うんうんうん、その時はこっちかぶってますのでここにいるじゃないですかこの人のディフェンスが、はい、なのでこの人のディフェンスに当てに行きます。スクリーンをかけに行きます。え、そうするとこの人をアレパスをさせます。そうするとこの人をバンプできなくなる、そういう動きがあります、ね、あスクリーナーのディフェンスごとも持っていくの当てに行くの、はい、ダンプができなくて裏パスが入ってダンプ、そうするとこれが先手になるので、今度じゃあそれが怖いから今度後ろに突き出す、もう押し込まれたくないからね、はい、うん、なので
今度こっちが有利になって、なるほど、この動きができるようになる。なるほど。じゃあ普通に俺らが試合見てて田口くんがスクリーン使って外でもらってシュート決めた時に、なんであんな守られへんねんと思うけど実はその前に一回そういう駆け引きのやり取りがあって、先手後手先手後手の取り合いの結果のシュートが生まれてるんや。裏の読み合い、スカウティングの試合とかで。はあ、なるほど。これさ、はい、河村拓哉選手の前に教えてもらって、はい、こっち行ったら、はい、裏取りに来たら、はい、あっちに行ける。そうです、フレアです、ね、フレア行くと、はい、ほんでそうじゃなかったらカールしてあっち行くっていうので、はい、ここのこのスクリーン使う駆け引きってもうその2択しかない。はい。それ以外ないねや。ないです。もうこれはもうだからディフェンスを見るんですよ。だからさっきもリュウモさんがポストプレーで言ってたじゃないですか、うんうん、やっぱディフェンスで決まる。勝手に動いててもやっぱりディフェンスはアホじゃないので、うん、どうしたらいいの、そういう時は。シューターの場合ですか。はい、シューターじゃないですか、はい、シューターならではのボールもらってからのシュートのためのテクニック。ミート大きくするですね、僕は。ここで思いっきり前にもらって、うんうん、あと打点を高くして打つってことです。でも自分ちっちゃいので。なるほど。もうめっちゃシンプルやけど効果めっちゃでかそうやな。そうなんですよ。自分はミートが得意だったり。なるほど、はい、なるほど。デカミート、デカミート、スピードミート。スリーミート。今やってないんだよ。すいません。ここで迷子になる。長かったね。マリオの時間。やっぱ別に多分試合の中で普通にやってることやねんけど、いざこうなんかかしこまってやるとむずいな。やりそうですね。よっしゃ。あし。スリーやった今。線とか全く。どうしてんの？いつ見てんの？いやもう見られへんねんけど。見てへんな。せんな。大体監督です。いつ見てんの？見る余裕ないねんな。俺いつもやねんけど。いつ見てんの？おかしくないですか？今の自分が3か2か分かってんの？感覚ですそれは。いやさすが、ありがとうございます。うわ、上手くなってしまった。どうしよう、はい、シュートだろう。皆様もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てね。